タワーの機械をご覧になってください。こちらの方は、日本に馴染みのある天気をベースにホンダードとサナースが共同開発したコンビアーラというコンビマシンです。タワーで搬器の作業とハーベスターヘッドの開発が可能なのでコンビマシンになります。去年の林業展で世界1号機を発表させていただきました。さらに進化させたモデルを今回展示させていただきます。稼働率をさらに高めるためにはタワー部を脱着できる方式にしました。去年と比べますとこちらの方のタワーはなんと2メートル高くなりましたので今は 9.7 メートルの高さになりました。デモが終わりましたらごゆっくりご覧になってください。続きまして今回デモンストレーションを行う機械の紹介をしたいと思っております。ウッディ40ハーベスター、この機種はコンラードとサナースの同時発売の機種になります。隣のコンビヤーダに仮装されているウッディ50と比べますともっとコンパクトな新機です。その隣にゼネボーゲン821です。キャビンが今上がりました。このパワフルな機種は22トンクラスですが別にも16トンクラスや電気式などラインアップがあります。続きましてドックシャフト DH811K です。チップ生産能力はトップクラスです。採算性を考えるならご相談ください。一番奥の緑のマルチローダーに映りますけれどもゼネボーゲン305です。今回の展示会で最後になりますけれども来年からパワーアップした35号の販売が開始いたします。ここで出てきた機械が最後になります。もう北欧スウェーデンから来ました。これも 1050F フォーワーダーです。ではここからデモを始めたいと思っております。ご覧の通りにグレモの前輪はボギーリフトがあります。このボギーリフト機能を使いますとこちらのハーダーで積載量マックス 10.5 トン運搬可能です。運搬作業が苦になっている方には問題を1解決できます。
りと機能を使ってますけれども、こんな形で狭い現場で動くことができます。こんな感じで山から出した材をウッディで装材したいと思っております。ウッディシリーズに待望の1台が追加されました。8トンクラス油圧シャベルに装着可能のウッディです。エラバライ能力は4センチから40センチとこのクラスでは最大級の能力があります。電動ローラーが曲がるシフト機構も提出され、グラップル作業の効率化になります。もちろん2018年よりウッディシリーズのキャビ内に搭載されているタッチパネル式操作パネル ATC システムもこのウッディ40にも標準装備されます。重量も600キロと軽量化されておりますので、スコープアームの、装着も可能です。Thank you.